けどね。藤田の職業の話をしますから、ヤイズテレビのおまけの配信ね。おまけの配信です。おまけの配信で強引に押しかけて未だにやってるというお祭り気分で配信の時間となりました。今週もよろしくお願いします。お願いします。おまけの配信になってから、4週しっかりね、はい、うん、生配信させていただいてますけど ね、はい、いつ終わるんだっていうね、はい、今日が、はい、本当の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 お祭り気分でアイエットは最後になりますね。最終回華々しくやったんだけどね、その後も押しかけで、はい、そう無理やり強引に番組を続けてるという、ね、終わっても来週来るじゃないですか。なかなかいいですよね。そうですね、アイエットは永遠に不滅ですみたいな。フォーエバーだからね。そうそうそう。もうそしたらあれだってもんね、コメント来て、うん、新しいショーが始まってましたとかねコメント来てましたけど、ね、そうありましたね。お祭り気分ダイエットのね、足掛け5年の歴史が本当に本当に今日ねもう最後になると、ね、もう本当にね、このダイエットの背景もね、いろいろあったんですよね、この背景ね。ありましたね、うん、まあ最終的にね、この、はい、鈴緒が変わったよっていう時のね、はい、背景で最後までやらせていただいてるんですけどね、はい、まあだけど最終回をやってから押しかけで今日で4回目、はい、ね、そうですね、ちょうど4回目、うん、まあねえ、どうなんでしょうね。まあだけどあれですよね、見てくれてる人の中にいるみたいなんですけどね、うん、そうそうそう。まあそういったわけでですね、今日最後なんで、はい、押しかけのフォーエバーになってからは、はい、オープニングのトークというか、言ってないんですよ。気がついてました。知ってました。今日最後だからちょっと久しぶりにやってみようかな、はい、ね。お願いします。はい、お祭り気分ダイエット。この番組は、焼津神社大祭荒祭りにスポットを当てまして、はい、焼津神社大祭荒祭りの情報を発信しながら、皆さんに焼津神社大祭荒祭りを知っていただく番組として、足掛け5年続けさせていただいておりました、はい、今日本当に最後ですんでね、はい、お時間のある方はね、YouTube の方をね見ていただけたって、はい、まあ今言っても遅いんだけどね、うちの孫も見てると今日はそうそうそう、まあ意外にね、意外に見られてたんですよね、うん、そうでしたね、うん、見られちゃってましたねそうそうそう、だからですよね、うん、まあ俺たちも最終回迎えてちょっと寂しいなっていう感じだったけど、うん、まあ、その後ほら押しかけでこうしてやってるから、そう感覚的にね楽しいそうそうそう、まだまだみたいな感じがあったんだけど、うん、まあ実際今日最後になるとね、はい、うん、やっぱりねちょっとね、毎週火曜日のこの時間にはここにね、うん、来て、はいはい、ずっと話をねしてたわけじゃないですか。そうですね、それがなくなるっていうのはね、うん、まあ慣れるんでしょうけどね、またね、うん、また始まるんじゃないですか。いや、どうなんでしょうね、まあ、始まりませんということで天の声が、はいはい、ありましたけどね、まあ何らかの形でね発信はね、はい、やろうと思えばできますんでね、はい、まあ、できればいいかなと思ってるんですけど、はい、まあそういったわけですね、焼津神社の情報をちょっとね、まあいつものようにお話をしておきますと、あの焼津神社には氏子青年会って組織があるんですよ、はいはい、まあ、あのお祭りの、はい、あの1区2区3区4区とかそういったのとはまあ別にね、はい、そう、あの親神社の中のことをいろいろこうお手伝いするとか、お仕事を担うとかね、はいはい、いう団体で、まあ、どこの神社にもそういう氏子青年会っていうのはね全国的にあるんですけどね、親神社にもそういった氏子青年会っていうのがあるんですよ、はい、でそれが、今年で設立50周年を迎えるそうなんですよ。50年、ね、長いですよね、うん、うちの桜組に一郎会はもうそろそろ70年ですからね。そうですね、まあちょっとうちの方が長いみたいな長い、まあ、それでですね、その氏子青の人たちが
設立50周年の記念事業として、ほうほう、八神社の方にですね、いろいろな、木の苗を植樹をしたということでね、ヒノキとか、おいおい、すごいな、そういった類のね、はい、結構ね、あのいろんな場所に何箇所にもこう植樹とか植えてました。ああそう、ね、当日たまたまね行ったらやってたんですけど、まあ苗木なもんですからね、これからもう30年40年50年とくらい経たないと大きなね、うん、はいはい、木にはならないとは思うんですけどまあそれぐらい経つと今の八重洲神社が昔の森のようにね、うん、こう青とした木々がね、はいはい、こう育つ、まあ俺たちはちょっと見ることできないできませんけどね残念ですけど、うん、拝殿の、横とか、あとは、梅園あるじゃないですか、はいはいはい、周りとかね、そうそう、結構あちこちへ ね何本も植樹してましたね。あとね、拝殿の裏に、そういったヒノキとかと一緒に、サカキとかね、はいはいはい、そういったのもこう植えてあるんですよね。まあ今まだ本当に小さいね、はいはいはい、苗よりちょっと大きくなったぐらいのやつなんですけどね。ですから、ね、もうそうですね、これからかれこれ40、50年経つと、あの裏がね、うっそうとした、もともとの八重洲神社の、あの森のような感じに、ね、はい、なるんじゃないかなと、ね、うん、思いますけどね。なるほど、そうそう、まあ見てみたいけど見れないよね。途中経過は見れるかもしれないけどね うん、途中経過だけは ね、うん、でもね、木ってあれでしょ、1年に1センチとか育つやつで ね、そうですね、太くなってくってね言うから、はい、まあ、やっぱり大木になったところはね見れないと思うけどちょっとね、まあこれからのね八重洲神社大祭荒祭りを担う人たちにね、はいはい、まだ生まれてねえよって話だよねそういう人たちはそうそうそう、ね、大事にね、はい、育ててもらえたらと思いますけどね。まあそういった感じで八重神社ね、はい、そういったことが行われていましたということで、はい、わかりました。まああれですよね、先週先々週にかけてですね、はい、押しかけのお祭り気分でアンエットンフォーエバー、うん、ね、昭和の荒祭りから始まって、はいはいはい、で先週は平成の荒祭り、はい、ね、それで、まあ今現在、はい、令和の荒祭り、ね、入っていくわけなんですけれど、まあ令和の荒祭りについてはですね、あれですよね、まだ6年しか経ってないけど、そのうちの、令和2年3年ん、そうだね、令和2年3年4年と、まあ、通常開催ができずに、はい、過ぎていったと。まあ令和元年にですね、はい、令和の祭りということでね、はい、平成から令和へということで、うん、二区竹組さんが年行事、そうでした ね、はい、祭り、本当の形のお祭り、うん、ね、本当のお祭りをやったわけなんですけどね、はい、もう今となるともうそれも遠い昔のようなそうです ね気がしますけどね。まあ、あの時はですね、結構警察からの、まあ、以前にもね話しましたけど、うん、締め付けがね激しくてそうでしたね、時間云々、青少年云々とかね、うん、まあ、いろいろありましたけれど、まあでも通常のそのまあ昭和平成のね流れを組んで、はい、ね、輸送のお祭りができたんですよね。そうですね、あの時はあれですもんね、うん、まさかその翌年にコロナがやってきて、はい、ね、全国各地でお祭りが中止とか、はい、ね、そういった状況になるなんて、まあ、夢にも思わない、ね、状態だったんですけどね、はい、その年19年の八重神社大祭荒祭りが終わって、今の社務所の、はいはいはい、建築というか、まあ、あの伐採から始まるわけなんですけどね、が始まったんですよ ね、 そ
まあ今もあの食事の話をね、うん、しましたけど、いい流れだね食事の話をしましたけれど、うん、まあ当時の、まあ、あれは19年までの八重神社っていうのはもう本当に拝殿周りにまあ雑木というかね、あの鬱蒼とした木がね、はい、大きい木がねいっぱいあったんですよね。ありましたね、うん、だから本当に森の中にある拝殿みたいな感じでね、はい、大きい木がもういっぱいあって、俺たちがね、まだ二十歳そこそこの頃かな、うん、なんか同級生がその子供会のお世話をする、はい、子供会っていうかね、子供小学生たちとかね、はいはい、お世話をするこうリーダーズクラブっていうのがあって、でそれその人たちがよく夏になるとね、その裏の森を使ってねお化け大会みたいなのをねやってたんですよ。まあ俺も何回か手伝いにね、はいはい、行ったりしたんですけどね、本当にまあそういったこうお化けが出そうなねくらいの鬱蒼とした森があったんですけど、まあだけど神社って結構どこ行ってもそういった森の中にあるじゃないですか。そうですね。ね、それこそ去年あの明治神宮でしたっけ、はいはいはい、ちょっとね参拝行ってきましたけど、はいはいはい、あそこは本当にもうね、すごいもうぐるぐるっとこう森がこう取り巻いてるみたいな ね、 そうですね、森の中にこうあるし、まあそれこそ伊勢の神宮なんかもね、はい、そうですね、本当に森の中にあるっていう感じで、もう神社って言うとやっぱりそういった中にあるっていうね感覚、うん、で、まあ、俺たちが、令和19年まで見てた、小さい頃から見てた神社っていうのも本当にね、令和元年、令和元年、令和19年、令和、令和、令和19年まだ来ないし、来ないし、令和元年のね、はい、時に、はい、やまで見てたね森っていうのはね、うん、本当に鬱蒼としたね、してましたね、入りにくかったし、ね、で昔の社務所の前にもう大きい木がね、はい、こう二股に分かれて、あれは松かな、松ですね、松ね、うん、があったりね、はい、本当に木がいっぱいあったんですけどね、だから元年のお祭りが終わって、はい、もう本当にだんだん少なくなってくるんですよね木がね、あれはねちょっと寂しいなと思いましたけどね、うん、まあそれで工事が始まって、はい、新社務所と、3周年、うん、ね、そういったものがこう出来上がってくきたのが、令和、2年、ね、2年の秋頃かな、秋頃です ね、 ね、そうですね、あ立派なのができたねって感じで ね、 ね、ましたけど、結局コロナだったから、普通ほらああいうの出来上がるとさ、あの何春光祭とか、ね、そうですね、ね、お披露目みたいな、はいはい、やるじゃないですか、やります、ね、結局できなかったですよね、やってないですね、やってないです、はい、神社ね、でその時だったかな、うん、新社務所ができて、伊勢神宮の式年遷宮からのお下がりということで、まあ、式年遷宮って20年に一度、はい、伊勢神宮でね、社を建て替えたりって、あそこにあるもの全てが新しくなるわけなんですけど、うん、一つ一つの社の中には神宝っつっていろいろなものがね収められてるんですよ ね、 ね、それで、前回前々回くらいの時からかな、そういった神宝を全国のいわれのある神社に、はいはいはい、お下がりとして ね、 そうですね、こう分けるっていうような形があって、はいはい、でそういった神宝だけじゃなくて、例えば鳥居とか建物の板とかっていうのも全国のそういった神社にね、うん、お下がりとして、こう分け合うんですよ ね、 そうですね、だから地方のこう神社で小さい神社なんかあって、伊勢神宮からお下がりでいただいた鳥居ですっていうのはバッて立ってる神社もあるんですよね、まあそういった中で八重洲神社はですね、うん、何だろう、すごい宝物をお下がりとしていただいて、はい、今、社務所の2階に三周殿っていうのがあるんですけど、はいはい、そこの前にショーケースがあってね、はいはい、その中に展示してあるんですよね、そうですね、うん、
で、まあ3つほどあって、はい、1つは盾。盾っていうのは要するに昔の戦の時にこう弓をバンバンと打たれたりする時にその大きいこう 板の大きいみたいなね、うん、それをこう掲げてその弓を避けるっていうように使う盾、はい、お盾、はい、ね、子供陣役の道具の中にもお盾っていうね、はいはい、あるんですけど、まあ、そういった立派なね、どこらあるだろう、1メーター20センチくらいの高さで、幅が80センチ、80あるかな、あるかもしれないね、くらいのね、はい、立派なね、黒い漆塗りの盾がね、一つあって、でもう一つは弓、弓と矢もあったっけ、矢もありますね、ありますよね、はい、弓と矢、でもう一つは、剣なんですよね、その剣の名前がなんかね、あの大和たけるのおばさまにあたる、大和姫の関係の名前がついてるんですよね、はい、で結局その矢神社は大和たけるの命が御祭神ということで、はい、伊勢神宮の方で、あ、これはつながりがあるんでっていうことでそれを選んで、下げてくれたということでね、まあ皆さんね、機会があって、まあ、なかなか2階の三周殿まで上がるってことはね、そんなにないとは思うんですけれど、ね、まあ機会があってね、三周殿2階上がることがあれば皆さんにね、ぜひそうですね、うん、一回見ていただきたいなと思いますけどね、はい、まあそうしたものが公展にされたのも令和に入ってから、そうです ね, ね、あと社務所に刀が展示してあるんですよね、ありますね、その社務所、その刀は一回社務所、お札とかお守りとかをね、はいはい、使用する、まあ、受付なんかのあるところのね、スペースのところにショーケースがあって、そこに、刀、まあ、それも室町時代のものとか江戸時代のものとか ね, ね、はい、ね、矢神社ね13振り、あ、まあ、刀はね1つ2つじゃなくて1振り2振り、ね、はい、数えます、はい、あるみたいなんですよ、うん、そうですね、で、まあ、半年に1回とかこうローテーションしてね、はい、こう展示してるみたいなんですけどね、うん、であとはもう番組の前に言ったけど、歴代の岡村に使う獅子頭、はいね、はい、ね、そういったものも展示してあるというね、そういう風になったのが、令和に入ってから、はいね、いうことで、まあお祭りというよりはそういった話題の方が、うん、令和は、ね、まだね、はい、多いですね、多いんですね、まあそれでまあ元年を迎え、そして、2年の時、はい、2年の時にはもう本当に、寸前のところでお祭りが終止と、そうでしたね、寸前でしたね、まあ終戦から数えて70年ぶりって言いましたよね、はいはい、ちょうどね、はい、中止になったのがね、はい、まあ俺たちも長くお祭りやらせてもらってるけど中止っていうことは初めての経験で、中止ってどうなの、どうなのっていうかね、中止って何なのって、中止は中止だよみたいなね、いや、じゃあ何かやるの、いや、やることないんだよねみたいなね、で結局何もしないで、令和2年の お祭りの時期はどんどん過ぎて、はい、ね、終わっちゃいました形だったんですけど、ね、はい、ただ神職が御祭事と過去お旅所での祭事、はい、そういったものはね、再興されて、はい、結局行列とか神輿問与とかそういった類のものは全て中止というふうになったんですよね、はい、ただねそれで中止になったけど、まあそのお祭り時期過ぎて、まあ9月10月の声聞く頃には、うん、まあ3年に向けて、はい、その4丁が話し合いを始める、はい、わけですよね、はい、それはやりま始まりましたね、そうそうしたこう裏での活動っていうのは令和のこの祭りが なかった時期も、活動はされていた、はい、いましたね、はい、あの時もどうしたらいいっていうことでねそうでしたね、なんかだけど形にしなきゃダメでしょうみたいなね、うん、ことで、まあ、話し合いをしながらそこで、出たのが令和3年案として出たのが、車に乗せての、はい、みこし問与を
やろうじゃないかということでね。そうでしたね。結構話し合いはしましたよね。しましたね。20日会月一の20日会だけじゃなくてその間に何回か、そうですね、集まってね、はい、明日いいこうしたらいいってことで、最終的に、トラックの荷台に、はい、乗せて、渡御をしようと、とにかく皆さんに見てもらおうと、はい、ということでね、準備を進めたんですよね、はい、でまあトラックって言い方は良くないなみたいなね、御用車って呼んだ方がいいな、そうですね、まあ、そんな感じで話し合いを進めてやる寸前まで行ったんですよ ね。トラックへ乗せるシミュレーションまでしてね、しました、はい、どういうふうに乗せたらいいんだとかね、ここはこうした方がいいんじゃないかとかつって、でそしたらコロナがさらに悪化したんですよ ね、あの年ね、はい、そう忘れもしない、お祭りの10日前1週間くらい前かな、1週間ぐらいですかね、ギリだったよね、そうですね、それもいいし、何でしたっけ、急に増えて、何だっけ、緊急事態宣言じゃなくて、そうだっけ、そうっす、が発令されたんですよ ね。それで結局ダメと、そうでしたね、いうことで、その車御用車に乗せての渡御っていうのはできなくなっちゃった、はい、ということでね、悔しい思いをしましたけどね、そうですね、まあそれが令和3年の荒祭りだったわけですよね、この番組でもね、こういろいろね、あでもないこうでもないって言って、今年はこういう形でやれるかもしれませんよみたいなね、当時ね、はいはい、こう話を してて、まあそれでもそういった腰の姿がね、はい、見れるんであればみたいなね、話だったんですけど、結局コロナに持ってかれちゃったね、そうでしたね、でそれが令和3年、はい、でもまあそれでもめげずに4丁がね、はい、終わってからまたさらに今度令和4年に向けて、はい、話し合いをするわけですよね、で令和4年というのは形として便宜上、はい、桜組が年行事という形を取らせてもらって、はい、で話し合いを進めていくわけなんですけど、まあだけどできるかできないかわからないお祭りに対してね、うん、そうですね、こう話し合いをしていくっていうのもなかなかこう盛り上がりに欠けるというかね、大変でしたね、で最初はまあ、その俺は3年にできなかったものを引き継いで、うん、そうですね、御用車に乗せて、はいはい、うん、っていう話で8割方そうです、ね、まとまったんですよね、まとまってで、まあ、9月から話し合い始めて9、10、11、12、1、2、3月ぐらいまで、ね、そうですね、その方向でみんなでね足をこうしようって話をしてたんですけど、まあそれが一転してね、うん、車御用車じゃなくて、うん、台車で歩いて渡御したいっていうことでね、はい、話を出して、はい、意外にだけどあれみんなすぐにね納得してくれて、そうですね、もうそこからあれですよね、話はトントン拍子に進んで、うん、じゃあ台車はどうするんだって話になって、うん、いやなければ借りるとこもなければ作りゃいいよって話になって、うん、そうですね、それでまあ大きさをこのくらいする、あれくらいにするって言って、うん、まあ、工事現場の中にあるの丸管単管、ね、単管ですね、使って一応箱の形にして、で荷越し1台がだいたい300ちょっとあるじゃないですか、はい、300キロくらいね、まあ、それに耐えられる車輪をつけなきゃいけないということで、あちこち探してね、探しましたね、まあそれも全部その車輪をつけるなんていうんですか、枠とかそういうのも全部手作りでね、はい、手作りで、はい、うん、やりましたよね、そうでしたね、でそこに紫の膜を巻いて、まあ、はい、それに腰を乗せてっていうね、はい、形でで、枠もできて、はいはい、台車もできて、はい、で一回こう神社の駐車場で試し乗せみたいな感じで ね、保存会が練習用に使ってるみこしをね、
借りて、借りてね、うん、やったりね、はい、なんかだからあの時はもう本当には順調でいいなみたいなね感じで過ごしてたんですけど、で、もう本当にやるばっかりになって、うん、で当日8月の12日を迎えるわけですよね、はい、8月11日の夜から12日にかけて、うん、なんかこう台風がそうでしたね、焼津直撃するかもしれないみたいな話になって、うん、でそこで宮司神社とね、はい、いろんな交渉しながらどうする、はい、っていうことで、で結局、うん、当日の渡御はできなかったです ね、はい、まあ、一番の令和の思い出は何ですかって聞かれたらまあそこですよねそうですねで、12日の、夕方4時5時とかにこう夕祭っていうね、はいはい、祭事が始まる1時間前に中止決定、うん、バタつきましたねあの時も、ね、そうでしたね、うん、なんかだから令和3年もそうだけど令和4年も結局そういったこう自然現象のアクシデントアクシデントね、本当でした ね結局できなくなっちゃったっていうことで、ただねその13日の渡御はできなくなっちゃったんですけど、令和4年には予備日ではなかったんですけど、10月にね、はい、改めて新興祭という形でね、はい、その支度をした台車に乗せて、はい、当時予定してた高道、はい、を渡御したんですよ ね、 うん、まあ、あれも思い出と言えばいい思い出なのかもしれないけど ね、でとにかくその神社の拝殿から神輿を出して参道を担いで、担いできましたね、青年中路で担いで、まあ当時3年ぶりの輿ですよね、はい、担げたっていうのはまあそれはそれでまあ良かったのか悪かったのかなんですけどね、うん、担いで、で北の鳥の前で台車に神輿を乗せてね、はい、特に出てくわけなんですけど、結構こう皆さんね高道でこううちの前出てきてくれてね、そうでしたね、お神輿をね拝んでくれたりとか ね、 ね、うん、ありがとうありがとうみたいな声もかけられてね、はい、まあ、これは やって、うん、よかったんだなみたいな、うん、まあいろいろあったですよ ね、 なりましたね、賛否両論いろいろあったんですけど、はい、まあだけどやってよかったなっていう方が俺は強かったなと、うん、ね、まああれだけの準備しましたからね、そう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 、うん、で一回りこう高道に回って神社に帰ってきて、まあ変な時間ですけどね、4時頃でしたっけあれ、ね、そうです4時ぐらいまだ明るくて、うん、ただ各お旅所ではちゃんと腰を下ろしてね、うん、そうですね、5歳児やったんですよね、やりました、うん、結構その5歳児も見に来てたもんね、うん、だから八重洲のお祭りの好きな人たちの令和4年のお祭りっていうのは あれがお祭りの思い出というかお祭りだったんですよね、うん、そうですね、うん、で官業帰ってきて、うん、ね、参道担いで、はい、拝殿前入れて本当はそのまま御所納めるんだよっていう約束事あったんだけど、うん、はい、まあそこはそこでね、うん、そうでしたね、まあ一生ね、はい、青年中路で煽って、はい、まあ御所もやっぱり煽らなきゃダメだみたいなね、うん、感じでありましたね、でその後ちょっとこう腰を下ろして拝殿前並べて、はい、みんなに見てもらったんですよね、そうですね、うん、そんなことないから結構みんなこう神輿の横を切って写真撮ったりとかね、うん、してましたね、してたよね、うんうん、でまあ、1時間くらい、展示をしてで、納めてね、はい、その年のお祭りは終わりという形になったんですけどね、まあだけどやっぱり不完全燃焼、うん、これはね、やっぱり腰出した担いだだけじゃね、うん、うん、まあ一だなみたいな感じでね、
で翌年の令和5年にを迎えるわけなんですけど、うん、まあね、令和5年はどうするのっていう話をやっぱり、令和4年の祭りが終わってから、はいはい、話し合いはねすぐに始めて ね、 そうですね、まあできるだろう、いやまだ分かんねえなっていうのがねこうケンケンガクガクしながら ね、 ただもう令和4年の秋ぐらいから全国各地である程度こう通常開催に近い形でお祭りっていうのが始まってたんですよね。だからもう来年の夏だったらいけるんじゃないの、うん、まあ、やる方向で考えましょうということで、話し合いを始めるわけなんですよね、うん、で明けて、5年の4月、はい、ね、神社の方から正式発表があって、そうですね、令和5年は4年ぶりに通常開催しますと、うん、はい、いうことでね、この番組でも本当にルンルンの気持ちでねこう皆さんにねお伝えをした覚えがありますけど、まあ良かったっていうか、だけどあれですよね、その準備段階でもね、やっぱり4年ぶりの再会ってことで、もうこの番組でも何回も言ってましたけど、結構どうするんだっけ、ね、ここどうなんだっけっていうのがね、やっぱりあちこち出てきて、それでまあ宮司さんなんかもね、来て話を聞くとね、うん、やっぱり神社でも忘れてること多かったですよみたいなね、いや言ってましたね、うんうん、まあ、そういうのもありのね、はい、うん、だからでもそんな中でね、やっぱりみんなこうやりだすとさ、うん、こう体に染みついてるものがね、そうですね、こうあるから、まあそれなりの形でね、進んでいったわけなんですけどね、はい、だからだったもんね、うちの場合はこう4年ぶりの神社募集かけてどうなんだろうって心配は最初あったけど、うん、まあそれなりに、そうでしたね、うん、応募というか受付がねできて、できて、そんなりと、そう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 、だからその辺のところは良かったんじゃないかなってね、そうですね、思うんだけどね。で、まあ準備ができて当日迎えて、まあ子供みこしも4年ぶりですよ、うん、そうですね、ね、あ子供たち来んのかななんてね、うん、まだちょっと心配だから親御さんも行くなっていううちが多いんじゃないのみたいな気持ちはあったけど、蓋開けてみたら結構な人数がね、多かった、来てくれて、ああやっと令和の祭りできるなという感じでね、やったんですけどね。で12日の岡村祭ね、岡村祭も結構人出てましたよね、出てましたね、出てましたね、はい、で何がすごかったって、あれですよね、境内広くなって、そうそうそう、なんだろう、露天商も若干ね、はいはい、こう増えた、増えたというか、出してる位置が結構こう、うん、なんだろう、今までなかったところに露店が立ってるみたいなのがあったから、結構いっぱいあるようなね感じで見えて、あでもあれだったんですね、令和4年のその中止、とにかく中止になっちゃった時も神社に露店は並んだんですよね、うん、3年ぶりに露店出ますよって、ただ雨でね、雨で本当やられたみたいな感じだったんですけどね、そうやっぱりお祭りの時は露店があるとないとじゃね、まあ全然違うんですね、落ちないですからね、本当に。でまあ令和5年ね、で露店も帰ってきて人も帰ってきて、はい、ね、消えた、消えたどうだったんだ、あ映った、まあ令和5年の4年ぶりの通常開催ということでね、うん、始まるわけなんですけどね。でまあ当日、はい、迎えて初夜、うん、まず初夜だと、うん、事故のないようにやってくれと、そうですね、まあ小さいちょっと怪我をする人たちっていうのはね出るには出たんですけど、まあ大きい事故もなくね、うん、初夜を迎えられたんですけどね、ただねなんか違うんで、うん、そうでしたね、元年のその初夜、まあ元年の初夜っていうかね、それ以前の初夜も全部頭の中入ってるじゃないですか、うん、今までのね、そうですね、うん、ぐしゃぐしゃの、うん、それから見るとなんかコンパクトなんですよね、去年の ね、うん、まああれですよね、青年中老も手探り、うん、で
出てきてくれる保守も手探りの状態の中でねやってたから、まああんな形なんだろうなと思ったけど、まあだけどね、こう映像とか見るとまあそれなりの発揚にはね、そうですね、なったんですけどね、本当にみんな嬉しかったんだろうなって感じ、はい、うん、そして道中ね高道出てんですけど、早かったね早かったですね、子供たちも早かったのかな、うん、お寿司とか子供の行列とか、ね、早かったですね、まあ時間通りにっていうことで考えりゃまあそのくらいのペースでね、うん、ただ ね本当にね、俺コシの横にいたじゃないですか、うんうん、歩くペースが例年になく早いんですよ、うん、そうなんです、ね、もうちょっとゆっくり行ってもいいんじゃないみたいな、なるほど、で人が少ないから早いのかなみたいな感じで、だけどそこそこにいるんですよ人は、うん、そう、みんな忘れてるだからそうペース配分が ね、 そうね、やっぱり4年ぶりだからこうちょっと違ったんだよね、うん、きっとね、うん、だから今年はねまあもうちょっとゆったりゆっくり、そうですね、できたらいいな、その中でまあ時間を守りながらね、うん、まあそれはね、そうそうそ う、 そうできたらいいなと、だから本当にこの令和入って6年経つけど思い出っていうのはそれぐらいしかないんですよずっとそうでしたね、そう言ってましたね、これがね、うん、通常に何もなくて、うん、まあ、同じような形で元年から5年まで来てたら、はい、ね、またもっと違う形のね、うん、印象というか、はい、あったと思うんですけどね、いろいろお話もできたから、そう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 、そうですね、だからこの、まあ、いわゆる魔の3年間、ね、そうですね、やっぱりいろんな形で影響をやっぱ振りまいて、うん、うん、だからね番組の中でもやったけど一時このお祭りの話をすることすらこうなんか、ね、少なくなってそうでした、ね、っていうね感じがあったから、みんなでお祭りの話をしましょうみたいなね、うん、呼びかけもしたり、はい、ね、まあ八重の人間お祭り好きだから忘れちゃうってことはないんだろうけど ね、 ただねこれやっぱりねお祭りっていうのはね、あの八重の場合はもう毎年当たり前にあって当たり前にやってきたお祭りじゃないですか、そうですね、だからそれがやっぱね、ないあるとないとじゃね、うん、もう全然こうモチベーションのねあり方が全然変わってきちゃうから、そうそうそう、やっぱりこういったものはね、毎年やるんであれば毎年やらなきゃいけないんだとつくづく思いましたね、うん、だから去年、4年ぶりに通常開催した時に思ったのがね、はい、うん、島田とか藤枝とか3年に一度じゃないですか、はい、この感覚なのかなと思って、あ、うん、なんかそういう話もありましたね、そう間があってね、うんうん、3年に一度とかっていうとやっぱこういう感覚なのかな、うん、いやでもね八重洲の荒祭りは何年に一度はダメですよってね、そうですね、うん、ほんとつくづくねその時思いましたけどね、そうそうそう、だから本当にこのこれから先、はい、うん、まあ、令和が何年続くか分かりませんけど、はい、まあ、そこの毎年毎年この八重洲の8月の12、13日、うん、ね、まあ、当たり前にお祭りがあって当たり前にみんなが参加して、はい、ね、いう風になってくれればね、そうですね、いいなって思うんですけどね、うん、まあそうですよね、昭和がもう60数年、はい、ね、平成が30年、30、ね、そういったまあ60の差じゃない、90、ねえ、ね、出せば100年です、100年近いね、うん、中でまあそれ以上やってるんですけどねこの荒祭りはもっともっと長くやってるんですよ、昭和から数えてね、そうなんですよね、そういった中でやっぱりいろんな話も聞くしいろんな出来事もあったしっていうのを全部こうね、うん、クリアしながらねこうやってきたこの歴史のあるお祭りじゃないですか、はい、だから本当によりいい形で次世代からのね、はい、人たちに残していけたらっていう、ね、そうですね、まあ、俺たちが体が動く間はね、うん、そういった形でこれを守り続けながらねいい形にしていきたいなと、はいはい、ね、思うんですけどね、ま
本当に、まあ、俺たち、まあ、祭りに関係ない人たちは別にあれはないんですけど、俺たちはもう本当に8月がもう中心じゃないですか、うん、そうです ね、1年のね、1年のこう核になるのは8月ね、中でこうずっとやってきてるから、これから先の多分死ぬまではそうなんだろうと思うけどね。うん、ね、昭和の荒っぽい祭りで、平成は先週も話したけど俺的には一番楽しい時代、うん、で令和入ってちょっとね苦難の道をたどってね、はい、うん、なんとかこう形にすることだけを考えてやってきてね、去年通常開催に戻ったっていうね、はい、本当にだけど、でもね、まあ、手前味噌だけど、その令和2年3年4年、はい、よく考えながらね、うん、いろいろあした方がいい、こうした方がいいっていうのはね、こう考えてやったなと、うん、思いますよね。そうですね、うん、ただね、本当にその3年の代謝っていうのに対してはまあ賛否両論、うん、まあ、いろんなね話が飛び交いましたけどね、うん、まあ今も時々写真見たりするとね、はいはい、ああこれはこれでよかったなと思って、ね、まあそうですよね、うん、まああんな形のね台車に乗せてみこしね、その周りにこう竹でしめ縄張ってみたいなあんなスタイルってないっすもん、ね、多分これから先だって見ることないないもんね、うん、まあだけど言ったこと全部やってもらいましたからね台車に乗せますって、ね、じゃあ台車作りますって、で紫 あの幕を曲げますって、で御輿の周りには竹を張ってしめ縄張ってくださいみたいな言ったこと全部やってもらいましたから ね、 本当にそれはそれで俺的にはものすごいありがたかったですよね。楽しかったです、楽しかったですよだって言うこと全部やってくれるんだもん大変だしてそう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 でもね反対をされるかなと思ったけど、いろんなことをボンボンボン言ってて、だけど本当に 100% でしたからね、全部やりましたね、うん、めちゃくちゃある意味だんだん楽しくなってきちゃってねそうそうそう、だから言った形でもうできたっていうのがねすごく嬉しかったし、うん、うん、そうね、まあだけど裏話するとその終わってからの、なんか会議でちょっと揉めましたけどねそうですね勝手なことをみたいなね、いうことを投げかけられた時もありましたけど、まあまあまあ人それぞれね、いろんなこう考えがあるから、まあ、そうした意見があるのもね、うん、まあ必要なのかなと思いますけどね、まあ、そういった、何だったろう、そのお祭り自体の思い出と、だから令和ってだから作り上げた思い出の方が多いんだよね、なあ、そうですよね、今んとこ、今んとこね、今んとこね、はい、うん、まあ、昭和平成ってまあ、当然一緒に作ってるんですけど、うん、でも作りながらその中に入ってもう思いっきりやってるわけじゃないですか、うん、でまあ令和入ってからは、まあ、元年は別として、うん、3年4年、はい、ね、あの類のところはね、もうや何なんだろう、 やったはやったんだけど、そこまで行き着くまでの思い出の方が多い、ああ、そうですね、多い、そうですね、ね、まあそれもだから青年中老にいて経験できたことだよね、うん、それはね、うん、はい、だからそういった特殊なことも経験できるんでね、もう今日最後の番組だからここだけはちょっと言わせてもらうと、やっぱりその看板を背負ってやるお祭りの大切さっていうのをね、うん、やっぱり皆さんにもねこうちょっと ね分かち合ってもらってね、欲しいんでね、はい、ぜひね、今年ね一緒にお祭りをっていう方がいらっしゃればね、そうですね、まあ一区富士組、二区竹組、三区柳組、四区桜組とありますんで、はい、お好きなところへ、そうですね、ね、声をかけてもらって、はい、祭典いいという形でね、青年中路という形で、うん、ぜひね、お祭りの方に、参加をしていただけたらと、そうですね、ね、思うわけなんですけどね、はい、結構その話もいっぱいしたよねこの番組でねしてましたね、野田さんが話し相手になってからもかなりしてるもんね、はい、してましたね、その前の代々の話し相手、はい、うん、いる時も男の話っていうのはやっぱ外せないんですよね、
そりゃそうですよね。そうです、あのお祭りを作っていく上、こうやって呼びかけていく上、うん、でね、どうしてもやっぱりその作る側の人間っていうのがね、うん、やっぱこう少なくなるっていうのはね、あの本当難しいんですよね、うん、やっていく上でね。まあ、全国的にね、そういった担い手うんぬんって話はね、うん、出てますけどね、あるんですけどね、うん、まあ、それこそ先週も話したように、あの藤森の手遊びのね、はいはい、大井川のね、重要文化財になってる、ああいうのも担い手が少なくて、うん、将来どうなるかみたいなね、言ってましたね、言ってますからね。でもね、やっぱり会津にいてこのお祭りっていうのはね、本当に一度はね、はい、そういう俺たち側の立ち位置で、はい、こう経験してもらえたらいいなって ね、ね、知ってもらいたいですね。だから何なんだろうな、手伝いとして参加して楽しい、はい、それは楽しい、認めますよ、絶対楽しいですよ、それはそれですね。そうそうそう、でもね、それ以外の面も見えるっていう部分では、こっち側の方が楽しい時もあるからね、うん、ぜひね、そういった形でね、やってみたいという人が増えることをね、切に願うわけですけどね。ね、まあそうですね、あら祭りね、まあこうして2019年からね、番組でおしゃべりをさせてもらって、いろんなことをまあ伝えたいことは、まあある程度伝えさせてもらったとは思うんだけど、このお祭りって何なんだろう、いろんなことありすぎて一括りで話のできないお祭りじゃないですか。そうだから、これだけのね、年月と時間をもらってこういろいろ話したっていうのは本当に良かったのかなと思いますけどね。でもまだまだ伝えきれてない部分っていうのはね、いっぱいあると思うんですよ。そうですね、そうだから、もうこれから先はね、本当に現場でね、はい、現場でこうみんな来てもらってね、まあ、そこでこういろいろ楽しみながらね、このお祭りをこう覚えるというか、ね、もらえたらいいなと思うんですけどね。なんかね、この間ね、はい、よく桜海さんのあのインスタ、はいはい、やってるじゃないですか、はいはい、そこになんか青年やってみたいですみたいなメッセージが一つ入ってたような気がする。まだちょっとね、あの返事はしてないんですけどね、なんか入ってたから、あれちょっと対応しなきゃなとは思ってるんですけどね。まあそうした感じの人たちがね、一人でも二人でもね、そうですね、増えてくれればね、大きいですよ。そうそうそう、一人でも二人でも、あの特に地元でなくても、はいはい、ね、そうですね、あの隣の藤枝とかね、はいはい、まあ、島田とかね、はい、静岡とかね、そっちからでもね、こう準備に参加できるんであればね、そうですね、そうそうそう、来てもらっても全然それはウェルカムです、はい、ね、まあ、一番いいのは地元のね、うん、本当に自分たちの地元の人たちがね、はい、こう一緒になってやってくれるのが一番いいんですけどね、うん、まあでも焼津も人口増えてるからね。そうですよね、うん、まあ、中にはね、やってみようっていう人も、そうそう、中にはそのやりたいけどどういう手順をすればいいのみたいなね、そうですね、中にはいるんじゃないかなってね、はい、あの潜んでるんじゃないかなってね、うん、ありますけどね、まあ、そういう人たちはとにかくその桜組の場合は、第二次次回公開と4部公開と、はい、ね、はい、これからもう5月終わり6月にかけて、青年中路が詰めが始まるんでね、はい、そうですね、まあ、そのぐらいの時期にこう来ていただければ直接ね、はい、お話なんかもできますんで、いろんなこう説明というかね、うん、話ができるんで、まあ、そういった時に来ていただければね、それ以外はあの桜組の、Facebook とか Instagram とかありますんで、そういったところに ね、メッセージとしてね、ちょっとやってみたいとかね、はい、入れていただければね、あの常に見てるわけじゃないもんですからすぐにこう返事っていうのがね、なかなかちょっと大変ですけれど、定期的には見てるんで、はい、あのそういった中でね、またお返事もさせてもらうこともできるしね、まあ、とにかくそうですね、一回
話を聞いてもらうとかね、うん、そうですね、形でね、できればいいかなと思うわけなんですけどね、はい、はい、もうそろそろ終わりの時間に近づいてきます、はい、ぼちぼち押しかけて長々話をしてね、はい、まあなんとこの3週間有意義な時間だったんだろうって ね思いますけどね、うん、次気分ダイエットフォーエバーね、ということでね、あ本当にいろいろ何なんでしょう、向こうでカメラの向こうで見てくれて、いた方たち、はい、ね、もまあ楽しみにしてくれていたんではないかなとは思いますけどね、今4人見てくれてますよリアルタイムで、ありがたい話ですよね、結構いるかな本当にまあそうした中でですね、うん、5年足掛け5年にわたって、ずっとね、いろいろな荒祭りのお話ね、それ以外のお祭りの話も含めてね、はい、お届けさせていただきましたけど、2月の最終に、華々しく最終回はやりましたけど、はい、ね、この押しかけアンゲットンフォーエバーね、いよいよ本日この時間をもってですね、はい、本当の本当の最後ということですのでね、はい、まあこれから先はですね、お祭りの時に現地で、はい、現場で、ね、はい、皆さん、お会いしたいなと思います、はい、ね、本当長い間、このねお祭り気分でアンゲットン、ね、お付き合いをいただいた皆さん本当にありがとうございました。ヤジテレビの青木プロデューサーマキちゃん、本当にありがとうございました。押しかけの放送にもお付き合いいただきましてありがとうございました。まあそういった形でですね、最後なりますけれど、はい、いつも通りですね、最後のアイエット叫んで、はい、終わりたいなと、終わりました、思いますので、はい、皆さんカメラの向こうの皆さんもご一緒にアイエットを叫んでいただきたいと思います、はい、さあそれでは最後のアイエットいきますよ、はい、お願いします。お祭り気分でアイエット長きにわたりありがとうございました。すごい千秋楽、落ちてボーンで終わっちゃって、最後のお写真、